で見せる、ね、チャーミングな笑顔がいいなと思いました。そうですね。そしてオリンピックという大きな舞台で私らしくプレーする2人、本当にかっこいいですよね、はい。さて、松友選手と高橋選手はこのインタビューの後、徳島県庁や松友選手の母校を訪れ、集まった人たちの祝福を受けました。今日午後、松友選手はペアを組む高橋彩花選手と共に県庁を訪れ、多くの人たちから出迎えられました。この後、松友選手に県民栄誉賞が、高橋選手に特別功労賞がそれぞれ贈られました。県民栄誉賞、松友美咲殿、あなたはリオデジャネイロオリンピックバドミントン女子ダブルスにおいて日本バドミントン界初の快挙である金メダルを獲得され、全国に徳島の名を高め広げるとともに県民に勇気と希望、そして感動を与えました。どうもおめでとうございました。頑張らなければいけないんだ、そしてその先に大きな栄冠があるんだ、こうしたことがやればできる、これを全国の皆さん方にお示しをいただけたんではないか。この後、松友選手と高橋選手は今日午後4時過ぎに松友選手の母校の徳島市の徳島中学校を訪れ、体育館で450人以上の生徒や保護者から歓迎を受けました。続いて、徳島市の遠藤昭義市長が徳島市長スポーツ特別賞を2人に贈りました。毎日こう吐きそうになるぐらい走ったり練習をしたのをとても懐かしく思い出しています。嬉しいことよりも辛いことの方が明らかに多いと思います。でもそこに向かって頑張ったりこう必死になってやるっていうことは決してこう自分にとって無駄なことは何一つないと思うので、こうこれから皆さんがこういろんなことをやっていく中でどんなことがあってもこう諦めずにこう自分のやりたいことを頑張ってほしいなって思います。テレビで見るよりもずっと綺麗で表情が豊かで、とてもとても見て綺麗だと思いました。先輩としてとても尊敬できる人でした。僕も実際にやってみて自分ができる最大限のことをやってみようと思いました。自分たちと同じ学校で3年間過ごされた先輩が本当に世界の大きな舞台で活躍されているっていうのはものすごいことなんだなと今日金メダルを見て改めて実感しました。これから受験に向かって楽なことばかりではないと思いますし、苦しいことがあってもしっかり自分の決めた目標に向かって頑張ろうと思いました。お二人は徳島のスタッフですよ ね、 すね、はい。松友選手と高橋選手は明日は松友選手の地元の藍住町でパレードを行うということ。